You're watching Hentai TV. 変態じゃないでしょ。変態カメラマンの荒沢明です。今日は高子牛井さんのエキシビションを見に自由が丘へ行きたいと思います。わあ、この間ね、野坂君から紹介してもらった高子牛井さんのエキシビションに自由が丘に到着みたいな感じで、ここのここら辺なんだけど、俺ここのギャラリー、昔サトシがやってたギャラリーだな。来たことあるな。ちょっとお話聞いてもいいですか。これ凍ったんだ。そう。え、どこら辺が？こういうのとかね、凍ったりとかして、出てくるんだよね。そのインクを凍らしてる時に、インクを固まらしてる時に気温がいきなり下がって、そう、こういう風な模様が記録されてる。別の場所とかにこうポンポンあれば、家が全部がこういうふうに一つの雲の中とかに入ったりとかして楽しいかな。すごい、なんかすごいいろんな世界とか、もうここら辺とかすごいやばいね。わお。こういうのは普通に凍ったりとかしてないやつね。でもめちゃくちゃいろんな種類の色が入ってて、でまたここら辺来るとまた全然違う感じの。29日雨降るって最終いいじゃん。高子さん、なんで空描いてるんですか。なんでだろうね。ずっとです。ずっと書いてあるんですか。私の一番古い友達かもしれない。空が、あ、塩がある。でも高子さんといったらこの塩のクリスタルのなんか塩をクリスタ糸とかにつけてクリスタライズさせるみたいなのが俺すごい印象的にあって、すごいこれ。これ高子さん、これって何なんですか、これ。塩のクリスタル。これどう思いついたんですか、これは。311があって、海が汚染されていくことがすごい気になって、それでコラージュ作品を作ってた時に、なんかもっと塩とか海とかに近づきたいと思って、で、結局こんなんだ。結局このようになったと。最初はアイディアがもうね、最高だね。ロープとかについてる塩とかを見て作ったの。作ったの。最初なんか海といえばロープだとか思って、朝のロープ買ってきて、でそれに塩水をいっぱいくっつけたりとかして。塩をくっつけても乾燥みたいな。写真があるんだけど、私のブログスポットとかに載ってる写真。塩のこういうロープの先っぽにいっぱい塩がくっついてまして、でそれで紐とかを自分使うマテリアルだから、でなんか変わってボトルとか本とかに塩をつけたりとかして、本とかも面白そうだね。カイドカードみたいな、もうすごいよ。そうそうそう、ボトルにメッセージ書いて塩漬けしたりとかして。いや、これとか本当すごいよ。
もうなんかそこら辺の宝石とかよ、宝石より綺麗だよ、なんかジュエリーより。またこういうアングルで、これとかもすごいね、この細い糸につくちっちゃいクリスタルとかみたいな、ほんとなんかセンシティブのなんつうの、このタイニーな、この命の大切さとかをやっぱり感じたい、感じてほしいかな、一瞬の大切さとか結晶化した思いとかね、はい、うわ、ここのかもすごいことになってます。これどこの海水なんですか、これは。日本の塩です。日本の塩なんだ。すごいね、ここ。